さあ団員認定戦です。分野さんが2段への昇格にリーチをかけた大事な大事なアタックチャンス。さあ早速開幕からレームをキムシクレームを画面端に追い詰めていく。早くも半分ほどの体力を奪っている。さらに攻撃が止まらない。カラクも画面端から脱出するもののもうすでに体力は8割ほど奪われてしまっている。霊撃で追い返して画面端にブラックホール貼り付けて、と秘密はジャンプで回避。さあここから仕切り直したいキムシクレーム。対する分野スイカは一気に決めてしまいたい。今のところ流れは分野スイカにあるのか。さあ今のカウンターヒットで果たして流れが傾いたのかどうか。しかしここで痛いものをもらってしまってクラッシュ。さあ中段下段が見えるか見えるか。なんとかしのいだ。ここで宣言、宣言したな。陰陽宝玉アッパーが当たってこれで1600のダメージ大。体力差に余裕があるのでスイカ側は強気な選択肢が取れますね。さ あジャンプ系は当たらず。さあレームの陰陽宝玉も、浮力が少ない状態で宣言してしまったので間もなく終わってしまいます。そしてさらに画面端に追い込まれて固められていく。最後はダッシュとジャンプ系が勝ち合ってしまった。まずラウンドを取るのは分野スイカ。分野さんが2段昇格にリーチです。さあキムシクレーンも落ち着いて仕切り直していってほしい。さあこのラウンドは先ほどとは違って静かな立ち上がり。さあペースを握っているのはキムシクレーンかと思いきや1回のカウンターヒットから第3次になるのがスイカ戦。これを気をつけないといけないが、さあ画面端からなんとか逃げる。一度呼吸を整えて、さあ射撃戦に持ち込んでいきたいキムシクレームだが、下段クラッシュが通る。中段はガードされて兵力がないうちに画面端に持っていきたいところだが、ここは回復を許してしまう。対空の 6P 射撃。さあ宣言したい体力になってきたが、どのタイミングで隙を見つけることができるか。これは危ないか。クラッシュしてしまってジャンプ系で拾えず、ギュランよくガードしたけども霊撃をかわされてしまって勝つ。